今年シーズン始まったばっかりなんですけど、大塚新しい戦術とか新しいチャレンジとかもしてきてるんで、仕上がりとしては、まあ、まだまだなところはあるんですけれども、チームの強さが、まあ、増してパワーアップしていると思います。球際のとこだったりシュートスピードとかも、まあ、全てにおいてやっぱ世界は違うので、今までのチーム力を試せば、まあ、自分たちはいけると思ってるので、自分たちは世界で戦える自信を持っていけると思います。立川から世界へっていう、本当チームの掲げているものをやっと実現できることになったんですけれども、まあ、まずはやっぱ大会で優勝することを目指しながらも、まず1勝して、まあ、本当皆さんにその勝利を届けられるように、で、まあ、本当そこからスタートしていきたいと思うので、しっかり頑張っていきたいと思います。東京ベイディービーサッカーチームキャプテン川井祐介です。まあ、今回本当に世界で戦えるチャンスをいただいたことで、まあ、自分たちの本当今までのチャレンジしてきたことをしっかり世界で試せるということで、まあ、本当難しいところあるんですけれども、戦える気持ちとしっかりエンブレムつけて戦いに行きますので、応援よろしくお願いします。今の段階の仕上がりはチーム的には雰囲気も良くて、みんなまとまっているんで、すごくいいと思います。はい、そうですね、やっぱ当たりとかスピード、あと足の長さとかも全然違うんで、そういうところはやっぱ一つ一つ意識していかないと、全然スピード感も違ってくるんで、まあ、うまくいかない試合になってしまうんで、常に、いつもの練習からこう細かいところはみんな意識してやってると思います。そうですね、目標は、世界一です。やっぱり日本のビッサカチームで初出場するんで、やっぱり日本のプライドを持って、あとベルギーのプライドを持って、世界を驚かせるように頑張りたいと思いますし、やっぱり優勝したらベルギーすげーになると思うんで、後ろ向きの気持ちは全くないです。前向きの気持ちしかないんで、やってやろうって気持ちしかないです。東京ベルギービッサカチームの川口圭介です。このベルディのワッペンを背負って世界に届かせられるように頑張りたいと思いますので、サポーターさんも応援をお願いいたします。で、サポーターさんの応援はいつも僕がとか選手たちが考えているんですけど、サポーターの応援っていうのを 100% から、その 100% をもっと引き上げてくれる不思議な声援っていうのを能力が持っているので、なのでその声援があればまた世界でも活躍みんなできると思うので、応援よろしくお願いいたします。まあ、去年のピークと比べたらまだまだ物足りない感じではありますけど、まあ、去年のベースがちょっと高くなってるんで、そこのベースからさらに上を目指してるって考えると、まあ、いい感じなのかなとは思います。まあ、いつも代表でいつも世界と戦うんですけど、やっぱ代表とクラブって全然やっぱプレーの仕方とか、やっぱアイコンタクトでできる部分とか、そこら辺が全然違うので、まあ、僕はなんか代表よりもベルギーで出る世界大会の方がすごく自分なりのプレーができて、いい結果が出るんじゃないのかなっていう風に感じてるし、まあ、チームには、まあ、監督としてプレイヤーとしても世界でやって、ロズマが言ってることっていうのが世界基準だし、世界で勝つために対して言ってることなので、まあ、そこができないと、まあ、世界で勝つってよりも世界で優勝するっていうのは難しいって話はしてます。まあ、チームとしてはもう当たり前ですけど優勝を目指して、で、個人としてはやっぱりもうピボーで、まあ、9番背負ってるので、まあ、しっかり得点を目指して、まあ、チームのために点を取って、でチームで優勝して、しっかり日本に帰っていきたいと思います。東京ベルディビーチサッカー山内修正です。世界選手権必ずいい結果で帰ってくるので応援よろしくお願いします。俺取ろうか。ベジー